3月13日、時刻は8時を回りました。今週も始めさせていただきます、町ツタ情報局です。パーソナリティは私、ヤギでございます。よろしくお願いします。確か先月の2月の13日、あの時もそうですね、その時に来ていただきまして、確かその時に話をしたと思うんですけども、チームティーズ4の皆さんにね、番組持っていただくって話をしたと思うんですけれども、ちょっとまあね、皆さん仕事の関係がありまして、今週ではなく来週に、こちらの方に来ていただきまして、放送します。まあ何をするのかという話になりますが、まあとりあえず番組作りとはどういうものかというところをですね、私が教えながら、一つですね、まあ来週は番組を作るという、どんな方向で番組をやっていくのかということを進めたいと思っております。ということでね、今週も町ツタ情報局スタートです。ということで、今週も始まりました町ツタ情報局です。改めまして、パーソナリティはヤギでございます。よろしくお願いします。とですね、いろいろとスタジオ本来ですと7時ちょい過ぎに入るんですが、まあ先週なんですけど機材がいくつか入ってきまして、その調整のためにちょっと6時半前には入りまして、ちょっといろいろ調整してたんですけども、ちょっとやっぱりまだね、不慣れな点いくつかあります。まあもともと不慣れなんですけど、まあその辺はご了承ください。ということで、今週も始めさせていただくんですけれども、どうなんでしょう、今日3月13日ということで、週末ですという話ですけれども、まあ年度末のこの忙しい時期、まあ、この放送を聞いている方いないと思いますが、もしですね、何かメッセージ等がありましたら、今からお伝えします。こちらのね、ところまでメッセージいただければありがたいなと思っております。よろしくお願いします。さて、それでですね、3月13日、今日皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあそんなことどうでもいいんですけど、明日3月14日、まあ私もてっちゃん、まあ少なからずてっちゃんなんですけども、大事なイベントっていうかですね、まあ明日3月14日ダイヤ改正がされまして、ね、まあこの辺だと、まあ全国的にも、まあ散々騒がれてはいますけども、北陸新幹線が長野金沢間が、長野から金沢までね、延伸されるということになっております。延伸されたからどうなるのって話ですけれどもね、延伸されたからって、まあ確かに近くもなりますし、金沢、まあ知り合いも何人か金沢住んでますんで、ちょろっとね、日帰りでも行ってこれる距離になったのかなと思います。金沢、いやーね、まあ富山っていうのはね、確かに車で行ったことあるんですが、金沢はね、実際のとこ行ったことないんですよ。どんな感じなのかなっていう、楽しみでもあるんですけれども、どうなんだろう。新幹線、ただスピードが速いだけという話もあるんですけれども、私個人的にはね、在来線の方が好きです。で、まあ、今まで走ってました信越本線、長野直江津間、あと北陸本線の、直江津金沢間が全て第三セクター化されまして、ね、民間に委託されるわけなんですけれども、まあ実際のところね、この辺、まあ交通的な面に関してはそんなにね、何か影響あるのって話ですけども、てっちゃん的に影響ありますよ、やっぱり。まあここね、長野県、まあ、上田市、
周辺今走ってる、まあ、別所線もありますし、あと信濃鉄道さん走ってるんですけども、朝ね、朝信濃鉄道さん走っ、ね、通っていくと上田を確か7時35分ぐらいかな、35分ぐらいなんですけども、昔の特急車両、ね、昔浅間として碓氷峠を通っていたの形と同じ189系、189系のね、まあ、ちょっといろいろと複雑なんですけど、まあ、同じようなタイプの系統、一緒なのでタイプの電車がね走っていたんですけども、それが廃止されるということで、そうなると長この辺走るね、下を走っている電車は全て115系の近郊型電車になってしまったと。悲しいですよね。まあ6門ね、6門違うじゃないかって言われそうなんですけども、6門のもともとは115系って普通のね皆さん乗ってるあれと一緒なので、ちょっと悲しいんですけどね。まあ悲しんでるだけではいけないんですけれども、まあそこでね、まあちょっとですね、うちの方からちょっと一つグッズを持ってきたんですけども、まあ電車まとね、あんなでっかい電車買え欲しいって言ってもね、置く場所ないですけど、我が家にはこういうじゃじゃん鉄道模型というものがありまして、これちょうど今日最後にね、信濃サンライズだっけなんだかちょっと名前あれなんですけども、走った183、189系の鉄道模型です。まあ、正確に言うと N101 編成というね、6両編成の編成がこの中に入ってるんですけど、見えるかな、ちょっとねあまり転がすのもあれなんです、ちゃんと6両ぴったし入っております。6両ね、こういうものでもあともう妄想させるしかもうないので、私はそっちの方でこれからも、ずっとね、もう電車と付き合っていくわけなんですけども、まあ、やっぱりね新型車両も欲しいんですけど、なかなか入ってこないですし、ね、長野県意外とね特急車両はいい車両を使ってるんですけど、あずさの方はね、あずさは確か来年だっけ、来年また新型車両が入る、スーパーあずさの方の新型車両が入るという話ですけども、この辺には新型車両は入りませんね、ちょっと悲しいんですけども、けどまあ100あのうち電車だけ大丈夫なのかなってね思いますけども、信濃鉄道さん頑張ってください、よろしくお願いします。まあそんなことでね、この辺に関してはおそらくですね、かなりいろんなことが変わっていくと思います。お得切符だった信州ワンデーパスも多分今のところ次どうなるかも分かりません。あと北回廊パスもあるんですけど、それもどうなるかちょっとまだですね手元の方に情報入ってきてませんので、入りましたらまたお知らせしたいと思っております。いやーちょっとねびっくりです、本当に、ね、まあ分かってはいたんですけどね。まあ、あとね先ほども家を出るときにテレビの方で言ってましたけども、寝台列車トワイライトエクスプレスの廃止と、あと、上野から出ている北海道行きの、ね、北斗星と、カシオペアが、定期運用から廃止されると、ここ間違えないでくださいね。まあ、確かに廃止っちゃ廃止なんですけど、廃止がですね今年の8月が北斗星で9月がカシオペア廃止ということになっております。えっていう話なんですけど、臨時で一応ね週に2回ほど走るという話になっておりますので、ちょっとですね今回この定期運用では外れてしまったんですけども、買えなかったんですけども、ぜひねいつかじゃないんですよ、近いうちに買って飛び立っていこうかなと思っておりますね。まあね、てっちゃんの話はそのぐらいにしてもいいよねっていう話ですよね。ね、そろそろいいですよね。さてここからは何、今週末のイベントについてちょっとですねいくつかお知らせしたいと思うんですけれども、皆さんこのスタジオに何月でした、去年今年ちょっと覚えたいんですけど、来ていただきました、名前詩人のソラさんって皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。ソラさん、あのソラさんがですねなんと上田にまたやってきます。そうです、3月15日日曜日なんですけども、
10時から15時まで開催、丸子総合体育館にて開催されますつながるマーケットの方にいらっしゃいます、ね、ちょっとね前行けなかったんで今度は行こうかなと思ってるんですけど、まあ、そのつながるマーケットの方をちょっとですねお知らせしたいと思うんですけども、第10回東日本大震災チャリティーつながるマーケットということで、東日本大震災の被害地支援のために第10回東日本チャリティーつながるマーケット私たちは忘れないを開催します。なおフリーマーケットにおける収益の一部は被災地へ、義援金として送りますということになっております。で時間の、日時が3月15日日時が10時から、午前10時から午後の3時までトータル5時間あります。いろいろあるそうですね。フリーマーケットだったりね、ステージの方ではですねアフリカンダンスだったり、ね、人形劇などあるそうです。聞いたところによりますとウェイダーも来るという話を小耳に挟んでおります、ね、ぜひ来ていただきたいんですけれども、ね、見ていただきたいなと思っております。さて、ね、まあ、ちょっとつながるマーケットもちょっと行ってみたいんですけども、ちょっと時間が合えば行きたいなと思っております。さてここでですね一曲、もうねその新しい機材を使ってからいろいろとですね素敵なことができることが発見しまして嬉しいんですけども、今日この後かける曲なんですけども、こちらにあります T10M10D10 というね TMD という、これ松本、ほとんど松本市内中心に活動しているアーティストなんですけども、先月末に一度ライブがあったんですよ。ちょっとですね平日だったということでちょっと行けなかったんですけども、週末といえば週末ですよ、はい、週末といえばこの曲を聴いていただきたいと思うんですけれども、あのねその TMD の週末フライデーナイトという曲がありますね。そちらを聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。君に会えない日曜なんていらないし、それよりもみんなで今宵歌って忘れりゃいいし、やなこと投げ捨てて、会社がもう退屈なら火水木はすっ飛ばせ、ここに集まれ夢見させるさ、サンデーモンデーフライデーサタデーナイト。君の知らないこと僕の知らないこと顔も知らないね、でもここで出会えて共に笑い合えて時間なんてそんな意味ないな、君たちと出会いを夢見て眠れない夜もあったかな、君に会えない日曜なんていらないし、それよりもみんなで今宵歌って忘れりゃいいし、やなこと投げ捨てて、会社がこう退屈なら火水木はすっ飛ばせ、ここに集まれ夢見させるさ、サンデーモンデーフライデーサンデーナイト、シャナナ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 ナシャラナラオラナナ、シャナナ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 ナはい、聴いていただきました。いかがだったでしょうかというとこですけども、いい曲でしょね。とても好きなんですよ。またライブやんないかな。本当にですね、先月聴きに行けなかったから、とっとに悔やまれるんですよ。ちょっとね、本当に悲しい出来事でした。ね。さて、
ここからなんですけど、まだまだね、週末素敵なイベントがありますんで、そちらの情報をお伝えしたいんですけれども、皆さんあれですか、落語とかって聞きます？普段落語、実際のとここの辺そんなにね、落語で見れるとか聞けるところ多くないじゃないですかね。そんなに多くないんですけども、そのね、落語といえばね、丸子で落語といったらこの方ですよ、立川談慶師匠。実際とこ談慶師匠は私のかなりでもないんですけど、結構上の先輩でして、先輩ということですけども、私の住んでるところと談慶師匠の実家がとても近いんですよ。直線距離で300m ぐらいなのかな、あれ多分300m ぐらいなのかな、確かそのぐらいしか離れてないので、子供の頃からね、談慶師匠のお家の近所を飛び回ってました。確かになので会ってたのかもしれませんけど、その時話はしてないと思いますけどね。その談慶師匠と去年の11月に初めて太郎山の方に一緒に裏参道の方から登らせていただきまして、初めてね、太郎山の上の方で、山頂の方で落語を聞かせていただいたんですけれども、いやー、よかった、とにかくよかった、久々に落語っていいなと思いました。そんなね、落語を聞かせていただいた今日この頃なんですけども、実は今週の日曜日の16時から18時まで、この2時間、なんと第9回となる、落語会立川談慶独演会春の陣ですということで開催されます。場所の方が上田の映劇、ここからちょっとね、どっち側って南側に行った、上田映劇の方で開催されますんでね、私も見に行く予定になっております。で、全席自由席なんですけども、料金の方が2000円、中学生以下は1000円、当日券は、共に500円増しということになっております。チケットの、お問い合わせなんですけども、今から行っても大丈夫かな、これ駅前にある喫茶店ポプラ、0268-27-5769、0268-27-5769、もしくはですね、長瀬そろばん教室、0268-42-5555、0268-42-5555までお問い合わせくださいね。あとですね、上田映劇のネット予約もできますので、もしよろしかったらそちらの方にも、チェックしてみてください。私の方なんですけども、どこでしたっけ、なんかですね、もう用事がなくなったのでそちらの方に行きますけれども、もうね、全部で8つぐらいやっていただけるということなんで、本当にですね、この間上行った時は本当にどのくらいだろう、30分あったのが30分もう1つだけちょっとやっていただいたというね、山の方にね登っていったという経緯もありますんで、それでやってたわけなんですけれども、とっても素敵な演説っていうかですね、落語だったので、ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思っております。談慶師匠、ぜひ行っていただきたいなと思う、見に行っていただきたいなと思います。実はいつでしたっけ、先週の8日の日にもね、サントミューゼの方でね、談慶師匠、あと立川志の輔さんとか、あともう一人来てね、一生懸命というか普通にね、講演してたらしいんですけども、私ちょっと仕事の関係上ちょっと行かれなかったんですけども、またね、楽しい落語を聞きたいなと思っておりますね。ぜひ聞かせていただきたいなと思っております。さてそれで今週末、今週末、皆さん何をするのか、私の場合は、ほとんどテレビ観戦ばっかしようかなと思っております。あと模型の方もちょっとやらなきゃいけない、そういうことなんですけども、なんと、先週の3月7日に J リーグ開幕しまして、見ました皆さん J リーグ、私もテレビ見てたんですけども、
ね、松本山形とあの名古屋グランパスの試合なんですけども、いや昼間だにもかかる熱狂、もうはちゃけてしまいまして、まあ本当にね、後半32分の、ね、あの大比奈選手のゴール見た瞬間に、ね、もう確かに一緒ですよ、もうやったーという一言でもうちょっと松本山がムードになりますけども、でね、喜んでてテレビ見てプッと見たらあれって同点じゃんっていう、ちょっと切なかったんですけどね。でその後ね2発入って3-1になった瞬間、あ、これはもらったと思ったんですけども、やっぱ強いですね強豪名古屋グランパス。まあ勝ち点1アウェーで取れただけでも良しとするのか、3点を取れなかったことを悔やむのか、まあとにかくね今年まだ始まったばっかですからね、ちょっとねここはちょっと気を引き締めてみんなですね応援したいなと思ってますけども、さて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 ですよ、そう、そのね開幕しまして、まあこの間はトヨタスタジアムということで名古屋の方だったわけなんですけども、なんと今週の明日です、明日の3月14日なんですけども、19時からアルウィンの方で広島のねサンフレッチョ広島を迎えてのホーム初ゲームということで、いやー見たいこれ見なきゃあかんでしょっていうね、これはすごいっすよちょっと本当にね、えけど今もねこの中確かに暖房効いてて暖かいんですけど、実際問題外寒いじゃないですかね、えこれだけ寒いにもかかわらず外でサッカーやるんですよ皆さん、大丈夫かなと本当に思うんですよ、まあ、サポーターの皆さんで、ね、まあ、厚着するとは言っても限度がありますし、風邪ひかないことを祈ります本当に。とにかく楽しい試合、ね、ぜひ、ね、3月14日明日ホームでやる初めてのゲームで J1 初勝利を目指して頑張っていただきたいと思います、ね、明日3月14日もうピンと分かる方、そうです、ね、松の誕生日ですから明日 J1 に上がって初のホームゲームで勝って、ね、松に3点プレゼントしてあげたいなっていうね、そんな気持ちでいっぱいです。いやちょっとねユニフォーム欲しいんですけどね、買わなきゃいけないよねこれね、絶対買わなきゃいけない、ちょっとまだ持ってないんですけど、新しいやつっていうか持ってないんですけど買いますんで、新しいっていうかユニフォーム買いますんで、今年は絶対ある行きますんで遊び行きます、どうやっていくかちょっとまだ分かってませんけど1回目は多分上田から出るバス乗っていこうかなと思ってますけども、そのうちね自分の車で行って機材持ち込んで終わった後はどっかその山形サポーターが集まる居酒屋とかがね駅前とかにいっぱいあるんですけども、そちらの方で中継したいなと本当に思ってます。その時は多分このスタジオに2回来てトータル3回か3回来ていただきました、マック鈴木さんに、ね、来ていただきまして一緒にね、あ、マック小松さんね、マック小松さんと一緒にですね語りたいなと思っております。またちょっといろいろと小松さんまた来てもらえそうなので、また来た時にはいろいろとお話をしたいなと思っております。いやーね、ぜひ松本山が今年ぜひ来年も J1 にいられるようにもう応援するしかありませんので、ぜひ応援してみたいなと思っております。いやーいろんな情報ありますよね、まだねこんなの本当一かけらだと思います。他にはいっぱいねいろんなイベントありますんで、ぜひ周りでいろんなことがありますのでぜひ行ってみてはいかがでしょうか。意外とね長野の方のイベントだったりした方のが多いのかな、やっぱりな最近は。そうですね、いろんなこといろんな情報入ってはきてるんですけど、言えるものと言えないものがありますので、今回このフライかな、ちょっとね、あ、まあね申し訳ないんですけど。さてね、いろんな新戦力が入ったこの町つたですけどもね、まあいろいろあるんですけどね、ちょっといろいろなことをですねやっていこうかなってちょっと今本当に思ってまして、何をしようかなっていうことなんですけど、ね、まだ全部つながってないんですよ
何が増えたかというと、見えるかな、あちょっと上がんないな、あの今までね、今かかってる BGM は自分のここ、まあ、画面の外にあるんですけど、パソコンから音流してますけども、あと最近あの、前ラジカセがあるんですけど、そこの音源をミキサーから流してたんですけども、専用の、ね、DJ の、DJ 専用の、CD プレイヤー買いまして、2つついてるんですけど、ケーブルを1つ買い忘れまして、それがあるともうパソコンなくてもですね、音楽操作こっちでできるんですよ。 A と B 使っといてこっちあっちできるんですけども、まだねちょっと使い慣れてないんで、今日はちょっとすぐああだこうだってことではできませんけれども、とにかくね、あまた他にもね、もう一個ね、まだ電源入ってないんですけど、音を調整するコンプレッサーっていうね、空気圧縮して、あのね、なんかいろいろの工場だったりとかスタンドだったりとかであるあれだろうっていうのが、そういうやつじゃなくて、音をね、音のレベルを全部調整してくれる便利な機械があるんですよ。それを導入したんですけど、ちょっとまだつなげてません。これからまたつなげる準備をしようと思ってますけどね、つなげたらつなげたでもっとクリアな音で番組ができるかなって今思っております。いやーね、いろいろとありますけどね、 CD の棚も作んなきゃいけないんですよ、このスタジオね。やってないな、やることいっぱいあるんですよ。とりあえず平成26年度ねは、もう2回放送すれば終わるのかな。そうすると平成27年度の放送がスタートするわけなんですけども、ちょくちょくですねバージョンアップかけてきます。このスタジオもまだね、後ろにはカタログだったりとか鹿の角だったりありますけども、もうちょっと、放送できるシステムをちゃんと組みまして、であとね、あのこのスタジオわからない方が結構いらっしゃいますんで、その人のためにではないんですけども、アピールするためにですね、このスタジオ多分撮ったことある方いるかな、ちょうどね私あの鏡っていうかガラス前にあるんですけども、そのガラスの下あたりにですね看板を立てようと思ってます。このね正確して町伝って言ってますけど、正式名称は町と自分の伝えたいを伝えたいという団体なので、ちょっと長いんですけど、それを訳すと町伝になりますので、そのね、看板を立てまして、あとちょっとね、イベントに出るときに、イベントでブース作るときはプラカード持ちますし、ね、こうね、ドッキリじゃないですけどそれだったりとか、あと、移動ブース、今言ったの あれは生中継の時は片手にカメラ、片手にプラカード持って放送したりとか、あとね、ブースの時はスノボリッパーで立ててここでやってますっていうところをやりますんで、またさ、一番最初に生中継というかブース的なものでやるのが、4月29日この間もちょっとね話はしましたけど、花祭りの方で開催します。私一日喋りまくって次の日声出ないかもしれませんが、その辺は皆さんご了承ください。声出ない時は出ない時だと思ってください。よろしくお願いします。いやね、本当に楽しいひとときを過ごそうかなと思っておりますんで、でこの後なんですけども、この後ね何すんのって話ですけども、ヤギの撮影日和、心はいつも片思いのボリューム285回、ね、藤原雄介くんボリューム4ということを対しまして放送いたします。今回何って話なんですけども、2月の4日かな、4日の日に藤原くん長野に来まして、まあ、この間、ここにありますけど、あれどこ行った、どこ行った、あ、そうそう、これセカンドアルバムさよならブルーね、このライブ音源の模様を皆さんに聞いていただきたいなと思っておりますので、その模様をこの後じっくり聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
ギの撮影日より心はいつも片思い。今週も始まりましたヤギの撮影日より心はいつも片思い。ナビゲーターはライブフォトグラファーのヤギがお送りします。今週なんですけれども、2月の頭だったかな、藤原祐介くんが長野に来てライブをしたと思うんですけれども、そのライブ音源を今回は皆さんに聞いていただきたいと思います。時間いっぱい聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。心の仕組みも同じように分かった。
しで行くことに不自由もない、とはいえ心ではそれを認めてない。
Yeah.
がいいなっていう曲を聴いてください。ありがとうございました。待ちつた。はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。藤原祐介くんね、いろんな曲あるんですよ彼ね。またぜひこのスタジオに呼びまして、またその時のね心境だったりいろんなとこを聞いていきたいなと思っております。いやーね、本当に藤原祐介くんかっこいいんですよ。素敵なんですよ。惚れています、最近一番ね。ということはそれを置いときまして、まあ先ほどオープニングでも言いましたけど、来週なんですけれども、チームティーズ4の皆さんに
番組、まあタイトルちょっと聞いてないんですよ。タイトルだったりとか、あと専用のね、アドレス、メールアドレスを作ってもらえますんで、そのアドレスに今度からね、チームティーズフォンの皆さんにはそちらの方にメッセージだったり、ね、こうしてほしい、こうあしてほしいというものを番組以外の時にね、伝えていただきたいなと思っております。さてとね、今日も本当に1時間ね、約1もう50分過ぎてますけども、また、そうですね、来週そうでしょ、再来週なんだっけ、もう3月も中旬出すもんね、あっという間ですよね。またちょっとバージョンアップするためにちょっとですね、コツ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 と、もっとクリアな素敵な、なんて言えばいいのなんて言えばいいの、放送ができるようにですね、努力してきますんで、一つ皆さんよろしくお願いします。飽きずに聞いてください。またね、この番組に対するご意見ご感想いろいろあると思います。そちらはこちらのですね、メールアドレスの方までよろしくお願いしますね。一つ、まあ実際ね、一人でやってる時は何人聞いてるか極端なし分からないんですよ。もしかすると誰も見てない、誰も聞いてないっていうこともありますけれども、まあね、続けることが意義あるということだと思ってますんで、これからも誰も聞いてなくても放送しますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしますいいんだろうか、こんな終わり方でいいのかどうかというのはちょっと分からないんですけれども、まあ本当にですね、この先、そうですね、3月中はそんなんでもないです。来年4月、まあ、4月に入ってからもう徹底的ってわけじゃない、多分、うちの代表の鈴木とも話してるんですけども、ちょっとその時は多分プラカードないと思うんですけども、上田の城址公園の千本桜祭り開催中にですね、またカメラを持ちまして、今度は多分2人になるのかな、2人で多分あだこうだと言いながら、街、そのね、なんて言えばいいの、花見をしながら男2人でぐだぐだ話をしようかなってことも考えてますんで、またやってる時ね、もし見かけたらお声かけていただければ、そこでね、またいろいろと話できますんで、ぜひお願いします。あとなんだろう、何をしようとしたんだっけな、あとなんか、その4月はだから花千本桜祭りと花祭りのね、行くっていう話はしてますけど、その後のこともちょっとまだ考えてませんけども、何かやろうと思ってます。あ、そうそう、ね、この間先週来ました、小林さん、幸太郎さんに話してましたけど、真田祭り、このスタジオをバックアップしますんで、どういうことができるか、ちょっとこれから詰めようかと詰めていきますんでね、話してきますんで、また一つよろしくお願いします。楽しい放送しましょう、みんなでね、大笑いできるような放送をみんなでしていきたいなと思ってますんで、いや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 、楽しみですね。ね。そんなことで、いろいろとありましたけども、今週もね。まあ、週末、私、来週と、日曜日は予定いっぱいありますんで、日曜日はどこだっけ？つながるマーケットに行って、午前中行って、それが終わったら午後は午後で、その上演劇の方に来まして、ダン決勝のね、お話聞こうと思っております。また見かけましたらお声かけていただければね、ね、その時に放送どうだったって聞きますので、その時にあっちがダメだ、こっちがダメだって言っていただければ、修繕していこうと思ってますんで、一つよろしくお願いしますね。あと、このスタジオですね、利用したいなと思っている方、皆さん、もし、で、こちらのアドレスまでに教えていただければ、ね、ぜひ放送、まあ、なんて言えばいいんだろう、使ってる音楽は一通りね、使ってもらっても構いませんという曲を使ってますし、 BGM のは著作権フリーで使っていいでよっていうものを使わせていただいてますんで、その辺に関しては問題ないかなと思っております。ね、いろいろと喋ってきましたけども、ちょうどねこの辺で1時間ぐらい経っちゃうのかな。で、いつものことですけども、ね、3月4月の応援ソングということで、ね、表記今変えますけども、ですね、どこでしたか、K2 ユニット、K2 ユニット、どこだ、CD はどこだ、CD ケースはどこだ、どこへ行った今、
あれない CD ケースないんですけども、私もですねその、どこだっけ、あったっけな、あれないな、あれないや、どこ行っちゃったんだと、どこへ行った、あったあったあった、あ違う、これ藤原祐介君の CD や、これあったな、これどこ行っちゃったよ、どこ行っちゃったよ、あれないや、まあまた紹介しますけれども、そのチーム K2 ユニットの青空という曲、私もちょっとですね CD の方には参加させていただいてまして、いろいろとご協力させていただいてます、ご贔屓にさせていただいています、ユニットでございます。また来てくれるかな、ちょっとね今ねオープニングちょっときちんとしたのを考えてまして、それができましたらぜひですねそのアレンジをしてくれましたその K2 ユニットの関さんにもですねぜひスタジオに遊びに来ていただきたいなと思うんですけども、ちょっと厳しいかな、厳しいかな、まあそんなことでございまして、またこのまちつたのオープニング今使ってるはいるんですけども、違う曲出来上がりましたら皆さんにも聴いていただこうと思ってますね。ということで最後にですねこの K2 ユニットの青空という曲を聴いて今回はお別れしたいと思います。ナビゲーターはライブフォトグラファーのヤギがお送りしました。それでは皆さんバイバイ。
何も伝えることなどできない。子供のようなまっすぐな目で素直に前を向こう。君はどうしてるかな、いつまでも変わらぬ想いを君に伝えるために、僕は歌い始めた。僕は今もこうして迷いながら振り返りながら、青空の中の星を見つけ続けてる。あの空を思い出して歌い続けてる。